おまけのニュータイプおまタイプはいえっ、ー、とね、うん、多分「エブリバディズ・クリスマス」はね、うん、なんかクリスマス特別企画で出したアルバムっぽいんだな。うん、歌歌をとるってこですかだと思うんだけどただメンバーが不思議で、まあ、声優さんがいろいろいるんだけど、うんうん 他人気声優アニメーター監督漫画家脚本家ほか多数って書いてない何やでだからもうちょっと分かんないんだねえでも媒体が CD になってるから、はい、多分音でしか成立しないと思うんだわ歌えるアニメーターっていましたっけ <laughs> 今まで飛んだとったんだけどドラマーパートがあるんだとは思うんだけど、うん、アニメーターさんと漫画家さんは挿絵的なあれなのかなブックレットな,担当かなにかんのかなで音してるのかこれ映像媒体じゃなくて音,音な音ですよね これとは別な商品で1か月後に当日のレコーディング風景が収録されたビデオかっこ30分も発売なビデオも出てんだ売り上げの一部はトットちゃん基金に寄付させていただきましたがトットちゃんすげえ、うん、当時は何つうかいろんなグッズ試行錯誤をしてたんですね声優ビジネスがまだそうだね 熟成しきってないところ声優ビジネスには違いないんだけど、うん、そこだけで売るっていう感じじゃないね、うん、だから声優さんの名前も載ってないのいっぱいあるよ不思議だってさここにアーシアン2のキャラクターイメージソングを網羅したベストアルバムって書いてんの、うん、でも誰が歌ってるか書いてないんだよキャラ名でしか書いてないうんまだ今みたいに必ず表記するって感じじゃないですねさっきのバイオレンスジャックも載ってなかったしそう、うん ザ・プライベートが主題歌「カッコルシファー」が残したラブソングを熱唱 BGM 挿入歌イメージソングを網羅したベストアルバムしか書いてないすごいビジュアル系っぽいですねルシファーが残したラブソングあれやん、うん、快感フレーズ <laughs> なんだっけルシフェルねルシフェルのもそうだね歌手の人が歌ってる時は載ってるけど声優さんだと載ってないね中村さんこの仕事来ても絶対ウケないでしょど,どれどれでしょうエブリバディ・クリスマス そうね <laughs> エブリバディクリスマスを久々に復活させようと思うんですって言われてもどうですかどういうい企画でって <laughs> まあとりあえず話は聞くただ,ただフューチャースパークリングアーティストシリーズがこのたび復活することになりましてって言われたら、うん、ちょっと一回話聞きましょうかってなるかも <laughs> 一回考えちゃう一回聞いてみるかもしれないまあ確かにねフューチャーリングスパークリングアーティストシリーズはやりたいねそうなのよいい略称が欲しいから フューチャリングスパークリングアーティストシリーズはそうねさっきのさその解釈に言ってたこちらのね声優コレクション 4U ですねこれもさまあねメンバーがさ研究さん和彦さん古川敏夫さん早見翔さん小安健人さんになってるからさ別に今でも同じメンバーで何の問題もないよね今ちょっとなんか 気づかなきゃよかったってことに気づいたんですけれどももしね「優だから「For you with you」なんですかねこのうん多分そうだねそれはそう「声優。声優、for you with you」好きだな俺大好きだな「For you」「君にメリークリスマス」「With you」「あなたとメリークリスマス」ああなるほどいいね好きだな こんぐらいの時代に巻き戻らないかな全部のセンスがセンスがね人間全部のセンスが<ー>これ待ってしいメッセージ,セージ声優コレクションボリューム1出演山口勝平塩澤兼人山寺浩一堀川遼田中真由美ちょっと売ってるか調べてみよう <laughs> どれをこれ,れ声優コレクション「f o r u w i t h y o でもボリューム2がこれでボリューム1どれですかあ声優コレクションは、まあ、メッセージメッセージか うん、だからこの「FOU」は副題なんだね声優コレクションっていうやつだよね今第何弾出てんだろう <laughs> 最新第何弾だろういや続いてるわけないでしょ <laughs> これ<え>続いてるわけねえこれじゃあ俺メルカリ見るよ <laughs> 声優コレクション絶対違うもんが当たるよなこれ、うん、声優コレクションだけだとね「FOU」を入れれば こういう声優コレクションボリューム2。えー、アマゾン828円。手に入るわ。うん、手に入ってない入る。嘘でしょうん、<laughs> そんなことある嘘じゃない、嘘じゃない。あ千1750円。見つけた。アマゾンの方が安い。メルカリ。でも、なんていうか、定価じゃなくて定価よりちょっと下くらいで売られてるあたり、数は出たっぽいですね、かなり。 そうねあれ声優コレクションこれボリュームゼロありますよ、うんね、ボリュームあんのはね、うん、見つけたプレゼントプレゼントだったんだなんか最初はもっと企画だったんだいやタイトルがプレゼントってだけで売ってるは売ってたのかなあダメだ,めだ開いたら404になったあもうないんだ、うん、売ってるよ 安,安いのかな微妙な気持ちになるな <laughs> ど,どうか買える金額なんだよな普通にあ,あ日本コロンビアから出てたんだ声優コレクションあポニーキャニオンが引き継いでますよ声優コレクションブランドそうなのポニーキャニオン声優コレクション別物じゃねえか二人のこうでしょう花江夏ける西山幸太郎別物じゃねえ まだだやってんだ <laughs> いややってないやってないこれ別の <laughs> しかもそれ数年の話だろそのメンバーは声優、うん、コレクションパリコレクションとかの文字リーズですねうん2020年、うん、だ本当だねこれ曲とかじゃないじゃんうん、うん、ファッションコーディネートバラエティって感じで,ですね声優コレクションっていう名称が死ぬほど使われてるのは予想してましたけれども <laughs> まあ使ってそうだよねうんちょっとこれ手に入りやすいみたいだから全巻購入しとこうと声優コレクション聞くの く <laughs> 今となっちゃう激レアでもないけれども聴いてみたいそうなうん主題歌を選曲してください何これどういうことこれはがきで投票するんですねオープニングとエンディングを聞いたこともないのにちょっとこれそ,<あ>そうそうたる話ですけどこのアルバムを買って、うんうん えうどういう意味なんだろうあやっぱそうだよこれこれに、うん、いろんなタイプのアニメ主題歌を全部で10曲入れてみたから、うん、その中から、うん、この「ルナ・バルガーにあ」のオープニングとして合うものを選べってなるほどねそんなビジネスある聞いたことないアニメーションの音響監督の気分が味わえる <laughs> すごいビジネスだね面白いっすねでも志マサト 田中浩平さんですよ歌がうん。歌ってんのってことですよ、ね。田中浩平さんって歌うのだってこっちはほら井上貴子さんとか皆口さんの名前載ってるから歌うってことでしょこれ、ねうん、次松本明子なんだけど。本当だだ。窓都市温度。<laughs> これはないだろ。なんか作品の方向性的にも違くないここに書いてあるんですオー,オープニングにでもなったらせっかくのアニメがぶち壊しですが。 原作を考えるとエンディングにぴったりかもしれませんぶち壊しなんだオープニングだとなぜ入れたんだすごいこと言うこれはもうヒロインのルナ役の富,富澤さんこれどういう意味だと思う、うん、生稲彰子さんのルナね、うん、歌っているのが生稲彰子であるにもかかわらずティンパニー多様の超アニメサウンドってどういう意味普段アニメサアニソン歌わない人なのかなティンパニーが多様だとアニメサウンドなの まずティンパニーって言われて俺出てこないですティンパニーっていう楽器があるのよどんな楽器ティンパニーあのなんかでかい太鼓みたいな別にこれアニメで対応してんの対応されてんのその音どんな音っすかちょっと口でど,どの,ど,の<ン>どんど<ン>、うんえ <laughs> <laughs> 犬の鳴き声みたいな音がするんですかバウってバウって <laughs> そんなアニソン聞いたことねえけどななんだろうどういう意味なんだろう。 シリアスなエンディング候補ナンバーワンですよ。エンディングじゃないんでしょだってオープニング、あ、オープニングとエンディング探すんだ。う,うん。シリアス系のこれ気になるな。不思議な企画だな今ここで全曲聞いて投票しますこれはどれす投票すんの <laughs> <laughs> 手に入るかなこれ。ネットに上がってないですかねこの感じの、もう、あ、でも無理か。OVA とかだと、なんか権利関係でそもそもサブスクされてないっすよね。あ、田中光平さん本当歌ってんだね。 うん、田中公平氏をが歌っていることが特筆作曲もアレンジもなし歌手としてお呼びしましただってちょっと曲はね河合健二さんらしいからマジで「すすめルナバルガー」っすよね、うん、聞こうとしてんの <laughs> 完全に音を流さずにやる気やなお前「すすめルナバルガー」田中公平「すすめルナバルガー」歌詞 ゴーゴーゴールナバルガーゴーゴーゴールナバルガーあるわ、アマゾンミュージックに。あ、違う違アップルミュージックにあるわ。マジでうん。うそサブスクされてんのサブスクされてますね、これ。え本当にあるっぽいな、アップルミュージックに。すめ、ルナバルガーはい。 いやめちゃくちゃいいじゃないですか高い歌のキー高いうん田中応援さんやっぱいいなサブスクで聴けるってことなんでね皆さんそれぞれの媒体で、えー、ルナ・バルガーの曲聴いてみてくださいですね、えー、掘り出し物でしたね意外と展開してるっていう、えーえー、はいということでまた次回